ビトは動かないよ。港の海の中で遊んだことはありますか？地域の空き家を再生してきた男性が進める遊び場作り。漁業は衰退し、過疎も進む小さな港町にかつての息吹が戻り始めています。福島を見つめて、みんなとつなぐ奇跡の港町。いわき市小名浜の5キロほど北に位置する中野佐久。人口400人ほどの小さな港町です。江戸時代には商港として栄え、1980年代頃までをピークに北洋漁業などで発展していきました。しかし今、漁業だけで生計を立てている人はほとんどいません。後継者だよね、やっぱり一番大事なのは。俺はね、俺は娘なのよ、娘一人だからね。ほんで、多分俺の代で終わります。多分俺の代で終わる。こうした現状を変えようとする人がいます。豊田義行さん、小名浜出身で、10年前に一家で中野佐久に移り住みました。中野佐久って奇跡のように残った港なんじゃないかなと思ってるので。東日本大震災で中野佐久には5メートルを超える津波が押し寄せました。しかし港の正面にある建物でさえ押し流されることはなく、亡くなった人もいませんでした。かなり大きな震災直後、一級建築士の豊田さんが中野佐久を訪れた際、思わぬ光景を目にします。せっかく残った奇跡の港町の民家が空き家となったため、次々と解体されていたのです。豊田さんは解体直前だった一軒の古民家を衝動買いしました。この建物を残して再生して活用できるのはもう僕しかいないんじゃないかなって思いまして、割と住んでる建物、ボランティアを募りながら修繕したその古民家は今では活動の拠点です。さらに2軒の空き家を再生することで地域の活性化を目指してきました。そんな豊田さんの行動に対する地元の人たちの反応は、どうせ途中で投げ出すんでしょみたいな声も聞こえてきたし、町の人たちも遠くから見てるだけで僕らの取り組みには積極的に関わってくれる人っていうのはほとんどいなかったんですね。古き良き港町の風景を残したい。そのためには建物を保存するだけでなく、そこに若い人たち、子どもたちの暮らしがなくてはならない。豊田さんの考えと行動は10年をかけて次第に住民の理解や応援を得られるようになりました。そして今年、豊田さんは最も大切に考えていたプロジェクトを始めます。目をつけたのは中野佐久に広がる海です。漁業者は最近後継者がいないとか、港がどんどん船が減ってるとか言ってるけど、その方たちが小さい頃どういう遊びしてたかって聞くと、みんなこの海に飛び込んで遊んでたとか、この海に土俵を置いて相撲大会やってたとか、そんな話まで教えてもらえて、
もしかすると漁業の後継者ってこうやって港で遊んだとかっていう楽しかった経験がを重ねていった先に漁業の就労者っていうのが出てくるんじゃないですか、あたりの話をして。そう、この奇跡の港町に子どもたちの遊び場を作る計画。港は漁や釣りをするだけの場所ではなくなってきている時代だといいます。漁業じゃなくて海業、海でできることをもうこの港で漁業以外のこともにも活用していいんじゃないかっていうのが水産庁とかで今始まってますから。海業とは漁業だけでなく豊かな海や自然などその地域にある資源の価値、魅力を生かす取り組みのことです。そしてこれこそが急激な人口減少や高齢化が課題となっている漁村に賑わいを生み出すことが期待されています。別にまあそこまで大規模なことは考えてないので、自分たちでできる範囲で、まあ、暮らしの中で面白いことを一つでも増やしていって魅力ある町に変わってくれたらいいかなと思ってます。豊田さんは中野佐久の港でカヤックなどを使った親子向けのイベントを開くことにしました。ところが地元の漁師の中にはなかなか首を縦に振らない人もいました。理由は人と船との事故など安全面での懸念です。豊田さんは建築士の仕事をしながら寸暇も惜しんで漁師らのもとに通い続けました。電話番号を教えるまではちょこちょここうね探し回ってこう追っかけてきたりしたんだよね。であんまりこう人にさ電話番号とか教えないんだけど、しょうがねえな宇治まで来られちゃったんだよなみたいな。こうして1ヶ月も経つとより安全な場所を提案されるなど積極的に協力してもらえるようになりました。昔は子供も多くて、子供のキャッ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 っていう騒がしい声がすごくたくさん、私たちも小さい頃は海に飛び込んで、ここから海に飛び込んでそういう海で育って、年寄りでも、そういうふうな、ああ昔になんか戻ってきたねっていう声が聞ければ、私たちが協力した意味があると思うんですよね。子育てしやすい環境整備みたいなのに一歩こう踏み込んでいきたいなというふうに考えてまして、子どもが海辺でこう楽しく遊べる、水面で遊んで海辺で遊んで、一緒にやりましょう。豪快につけましたね。いいね。あ、可愛くなってきたね。いちご、いちご、いちごね。ストロベリー。じゃ、一方同じ海では別の準備が進められていました。どんどん進んでますけれども、なんか勝手にね許せないなっては思ってます。福島第一原発に溜まり続けた処理水の海洋放出です。先月24日、政府と東京電力はトリチウムを含む処理水の海への放出を開始しました。海洋放出される処理水はトリチウムの濃度を1リットル当たり1500ベクレル未満に薄められます。これは国の安全基準の40分の1の値です。しかし豊田さんは科学的な安全性を説明されても安心できなければ意味がないと話します。まあ、私は漁業者ではありませんけど、海を大切に思う港に住む者として、せっかくこの港でですね子どもたちと一緒に遊ぶ機会とかも作ったのに、やはりこの海は汚いんじゃないかとか危ないんじゃないかって思う方が入るの拒んでしまうっていうような
ことになるようでは、処理水の放出っていうのは簡単に賛成できる話じゃないなっていうふうには思ってます。豊田さんを突き動かすのは、震災と原発事故の後に見た思うように外で遊べない子どもたちの姿です。あの震災で一番反省したんですね、何かできたはずだって。その後君たちに残せるものを何かって考えて、こんだけのことはやってきたんだって自信持って言えることを一つでもやっていきたいなっては。地震とかあったら津波とかあります、あるかもしれません。そういった時にちゃんと高いところに逃げてください。助けてサインを知ってると、助けてって、助けて助けて助けて声って、水をすくって引っ張る、反対手は押す。行ってらっしゃい。いいね、いいね。うちも乗りたい。はい、昔の人たちの話聞くと、みんなここで遊んでるんですよ。そういう人たちがずっとこの町で漁業を受け継いだりとかしてたわけですから、やっぱり遊ぶのが本当の姿だったんじゃないのかなっていうのを今日地元の人にも伝わったんだと思います。ちょっとしょっぱくて、それでも風とかがあって波もできてて結構早くて楽しかったです。また海遊び、来年も行きたいです。もう何回やっても飽きないほど楽しいから、何度もやりたいです。子供たちのね、笑顔が見れたのが最高に、やってよかったなっていう、そういう気持ちです。一軒の空き家の再生。小さな一歩から始まった活動は、奇跡の港町の再生に向けて大きく動き出しました。僕らが面白いことって、やっぱり面白いと思ってくれる人たくさんいるんだっていうのは、これからも続けていきたいな、そういうふうに思ってます。中野作をみんなで作って、つなげて、残していく。豊田さんの目はまっすぐ未来に向けられています。